おはようございます今日は雨ですね。雨すごい嫌だ。じゃあちょっとスキンケアからやっていきます。今日の千葉は雨らしいですよ。ヨーグル先生に聞きました。待って、行くのやめようって。子供か、雨だから行くのやめようわ。小学生、久しぶりに聞いたわ。あれ、なんだこれ。刺さってたんだ。ございます。あ、今日700日か。700日おめのやつが、ありがとう。では11時半までメイク配信をしたいと思います。あれ持ってくよ。コロコロ。まあでもそんな大雨ではない。きっと千葉の気温20度ですって。
ねえ、グーグル、幕張の天気は？現在、幕張町は気温13度、雨です。今日は予想最高気温20度、最低気温13度で雨のち曇りでしょう。また、明日は晴れるでしょう。今日だけ？幕張現在雨ですって、みんな。でも雨のち曇りだから、私の時は曇りかな。夜だから。一番お肌の調子に影響するものって何？睡眠時間、食べ物。睡眠時間ですよ。これは私が証明を持ちました。睡眠時間です。なぜかというと、私の食生活は最低ですが、今ニキビは一つもありません。1日お菓子しか食べないという日もザラにありますが、ただいまニキビはできておりません。ですが、私が必ず肌が荒れること、それはオールした時です。いつオールしたんだっけ、なんか15期でご飯会した時に、なんか朝まで行ってみちゃおうよみたいな感じで15期と朝まで行ってみたんですよ。はい、ニキビができました。まあメイクしてたけどね、メイクしてオールはニキビできる。で、あとなんか打ち上げの時に私が終電を逃して、女優さんが心配だからって言って一緒にオールしてくれたの。はい、その時もニキビできました。オールして女優さんと朝まで一緒に過ごし、帰ってきて1時間だけ寝てレッスンして、僕の太陽公演やった。でもお酒飲んでないオールだからさ、マジでただの不眠耐久レース。私打ち上げとか行ってもお酒飲まないから。15期でご飯した時もお酒飲まないから、別に本当にただの不眠耐久レースです。ミオが爆睡してた。いや、なんかもともとカラオケ行ってカラオケで楽しもうみたいな感じだったんだけど、終電がなくなり、で別に朝までみんないる予定じゃなかったんだけど、なんかどうせこれでタクシーで帰ってたくさんのお金が発生するならば楽しもうよ15期でって感じでみんなでカラオケしてたんだけど、すごいよ、ミヨンは爆睡、マナミも爆睡、起きない、そしてメグは朝まで延々歌ってました。すごい、あの子朝まで延々歌ってた。で、夜中の12時とかにみんなでカラオケのラーメンを食べたのに、
朝の4時ぐらいにメグはラーメンを食べに行きました。どんだけラーメン好きなの。本当に面白い。あ、やったわ。ボックス注射、肩にもう一回打ちに行ったの忘れて、肩を思いっきり今リンパマッサージした。やったなこれ。絶対やっちゃいけなかった。忘れてました。そっから。いや、なんか全然効果なかったの。注射打った後にアトレイユとして盾をやりまくって意味なくした私が。100日ありがとうございます。700日ってすごいね。目指せ1000日。よし、ではこの化粧水と乳液をあれしてる間に髪の毛をやっちゃいましょう。
ハロウィンのエンゼルフレンチカスタードだった。最悪。生クリームかと思いました。クリームが良かったな。バイオリオン。すごね、パパが堂島ロールのねお土産買ってきてくれて、私に残しておいてくれたんですけど、丸々1本あったのにこれ以外パパ全部食べたんだ。すごいな。なんでロールケーキも肉まんも減ってないんだよって言ってて、まるまる1本あった。本当の自宅ですか？本当の自宅です。よし、じゃあちょっと先に髪の毛を塗っていきます。じゃあメイドコス？やだ、かわいい。いや、ももちゃんと時間重なってないんだ。昨日私が行った時にはもういなかった。悲しい。
最近いくらでも寝れるんですよね。和孝さんが700日おめでとうタワーくれた。ありがとう。まだ見れますかね。メイクが完成したらお礼してもいいですか。ねえ、グーグル、今何時？時刻は10時23分です。30分までに髪の毛を終わらせたいなと思ってた。コミちゃんは会場で髪セットすることはないの？ないね、あんまり。なんでかというと、アイロンを持っていくのが重いから。アイロン持っていくの重いから、朝の一部とかじゃない限りないです。アイロンもコテもどっちも持っていかないといけない。髪の毛をやるとしたら。でも今日はあの髪型コスプレなので会場で変わります。今は巻いてるけど、なんか LINE 来てた。
13度は寒いですよね。でも20度ってどれくらい？昼と夜の寒暖差激しい感じだね。昼と夜で全然寒さ違うのか。雨だもんね、そりゃ。よし、おはようリオン。ではメイクをしていきます。今日はこれからなんと幼馴染たちと会ってきます。少しだけ。夕方からだから。スポンジ濡らしてきます。
しょ。700日おめでとうってみんなありがとう。1000日目指したいな。下地が青の下地が見当たらない。ごめんね。何だ、あったよ。いしょ。じゃああと1時間でメイクと着替えと準備をしないといけないので急いでメイクをしていきます。昨日はあみちゃんの卒業セレモニーありがとうございました。こちらこそ。なんかあみが泣いてる姿見てこっちまで泣けてきちゃった。普段あみって本当に泣かないからさ、卒業関連になってからやっぱ卒業発表とか昨日の卒業セレモニー握手会でのとかなんかそういうところで泣いてるの見るとさ、なんかグッときますよね。
買わなきゃいけないものがね大量に出てきて、これもなんか買ったばっかだと思ってたんだけどもうなくなってきちゃったし、下地も買わなきゃだし、化粧水染みさせる染み入らせるパックも買わないとだし、メッセージカードもなくなっちゃったので買わないとだし、だから本当は今日幼なじみたちとハロウィンパーティーする予定だったんですよ。ハロウィンパーティーして握手会の予定だったんですけど、ちょっと買い物行かないってハロウィンパーティーの準備する時間もなくて場所も決まってなかったの。なんか毎年ホテルでやってたんだけど、昼間のホテルってなかなかなくない？だいたい3時チェックインとか、早くても17時チェックインとか でチェックアウトが12時とかだから、昼間に空いてるホテルが逆になくて、普通にお買い物しようって。買わなきゃいけないものを全部買ってきます。ねえ、グーグル、今何時？時刻は3時41分です。だっこ？ちょっと一瞬 LINE 見てくる。プロちゃん700日おめいっぱいありがとう。ちょっとリオンくんが
寝にようありがとう。めっちゃメイクしてる私の手を舐めてくる。あ、ごめん。ごめん。今の蓋閉じる音で怖がらせちゃった。なんかお塩のパイもらった昨日。チョコやめて、怒るよ。ビビんないでよ赤ちゃん。
めちゃくちゃリオンが私がコスメの蓋を閉じる音に毎回びっくりする。今日久しぶりにタピオカ飲みたいな。タピオカっていうかタピオカ屋さんのあのティーが飲みたい。スタバのショコララテみたいなやつってもうないですかね。結構前だけど。さすがにパンプキンしかないかな。え、まだあったような。本当に？本当？ギリギリ飲めるかな。マジ？もうとっくにないかと思った。でもあんま甘くないんだっけ。メグに甘さ控えめで美味しかったよって言われて、え、甘さ控えめなのって。甘さ控えないでほしいの。ガツンと甘さきてほしい。次のスタバはいちごですよね、確か。コーヒー強めだった記憶。え、コーヒー抜きでって言ったらどう？作れませんって言われる？言われるかな。それは作れないです。いちごはね全然惹かれないんだ。コーヒー抜きで注文できるの？それって何になるんだろうね。コーヒー抜きだとショコラミルク。中に生クリーム入れちゃおうかな。え、イン生クリームめっちゃ美味しいからみんなやって。生クリーム飲んでる感じになる。ナッツ風味のホットミルクに近くなるみたいだよ。え、チョコはどこ行った？まさかのナッツ風味にチョコが入ってる感じ？ホットチョコレートじゃなくて？
ホットミルク。来たよ。そこにいるの？やめて。よし。ああ。唇を塗ると一気にメイクをしてます感が出ますよね。なんかすごい LINE 届くんだけど、朝から何かな？